やっほー、こんばんは、こんばんは。お疲れ様です。大丈夫そう？大丈夫そう？なんか止まってたかもしれん。動いてた。一瞬固まったよね。大丈夫か。そう、先ほど今日も2公演ありがとうございました。ありがとうございました。そう、滑り込み、さっき帰ってきたホテルに。ので夜遅くに失礼しております。ありがとう。そう、もうね、明日の昼で折り返しなんだね。びっくり、早い。来てくださった方々ありがとう。どうだったかな、どうだったかな。夜公演見た？明日の夜も行きますって待ってます。明日はスペシャルゲスト様が来てくださるので、ちょっとお楽しみにお楽しみにされてください。そうなんよね、もうね、 S 席、 SS 席の方とかは本当に近くて、めっちゃ近いよね。びっくりするぐらい近いと思う。私も座ってみたりしたけどびっくりするあ、こんな近いんだ。もう本当に間近です。体力はね、全然大丈夫。全然全然大丈夫ですよ。そう、公園よりずっと近いです。今日アフタートークがあってさ、夜の公演の後にアフタートークがあったんですけど、なんか演技してる時ってさ、その見ないじゃないですか、その世界にその演じてるので見れないじゃないですか。だからアフタートークでなんか久しぶりにわーってできて楽しかったです。明日もね、アフタートークございますので、ぜひお楽しみに、お楽しみに。そうよね、遠赤も十分近かったって。そうだと思う。多分
どの席でも見やすいと思うので、中野ザポケットさんでお待ちしてます。明日明後日もうあと2日、あと2日なんだね、2日なんだね。そう、差し入れくださってる方もありがとうございます。お水とかお茶とかいろいろありがとう。目の見開きがよくわかるって、確かに目見開いてること多いかもしれん。多いかもしれん。楽しかった。でも課題もいっぱいあるので、明日はもっと日に日にどんどんと成長していけるように頑張ります。頑張ります。気合を毎日毎公演ずつ入れ直して頑張ります。さやかりんは口が悪いのですかって。そうね、ネイロちゃん、あのアフタートークでもちょっと話したけど、ネイロちゃんと私は似ていると言われて言っていただけて、でもあの大丈夫です、さやかりんはあの言いませんのでね。放送禁止ワードはさやかりんは言いませんので安心してください。安心してください。あ、そう、そうです、パンフレットがもう明日からじゃない、今日の夜公演から公開され販売されてるので、ぜひぜひそちらもチェックしてください。本当にね、すごい嬉しかった、すごい嬉しかった、感動してみんなで騒ぎながら見てた。え、あ、すごいすごいすごいって言って、え、ゲットした？え、すごくない？え、そう、ソワレ公園からね販売されてるので、本日のそう、すごくない？ガチのパンフレットでさ、はーってなった。ぜひ明日ちょっとビジュアル撮影の時に撮った写真とかもあげようかなと思います。もうね、あげれると思うので、そうよ、ソワレ、ちょっと待って、なんだったっけ。今日ね、りのちゃんに教えてもらったんですよね。りのちゃんとまさきちゃんに教えてもらったんだよね。なんだったっけな。そう、あ、町ね公園とソワレ公園ね。町ソワね、あれ町ソワだっけ、ソワ町。そう、そうよ、町ね公園とソワレ公園、あ、町ソワ、そう、町ソワでした。今日も町ソワありがとうございました。明日もよろしくお願いします。今日のソワレ公園から。今日もソワレ公園から販売されてるんですけど、バンフレットはね。あ、皆さん、町根公園とソワレ公園の
間の公園ってなんていうか知ってますか？間の公園ってなんていうか知ってますか？待って私も忘れちゃった今日それね2人に教えてもらったんやけど何だっけ？ジェあれ何だったっけ？ジェリネみたいなカヌレ公園だって。あ、ゆらちゃんと同じこと言ってるゆらちゃんと同じこと言っとるよジュルネだ、そう、ジュルネ公園っていうらしいよ、3公園あるとき。マチネ、ジュルネ、そうね。だし、だからそう、今日聞いたからさ、ちょっと早速使おうって思って、ツイート、今日、夜公演の前したんですけど、パンフレットがね、パンフレットが本日のソワリ公演から販売しておりますって、そう、これ、その言葉を知って、5分後ぐらいに使った早速使った人でしたでしたでした。うん、ということで明日も町そばよろし町そば公演よろしくお願いします。はぁ、今日は早ねってもうゴロで言っとるやん。早ね、うん、できるかな。できるだけ早く寝よう。明日も明日に備えて。ということでじゃあもうあっという間にこんな時間ですわそう、みんなも使って、あ、町根公園行きますとか、あ、町そばどっちも行くっていいね。町そばそう行きますとかって使ってね使いたがり、初めて知った言葉を使いたがりな人。ギフトもありがとうございます。たかしんさん、翔一さん、ピャラダさやかさん、ピャラダさやかさん、ありがとう。お疲れさん、ありがとう。誕生を読ませていただきます。13位からツナマヨさん、ツナさん、カズサさん、スライトさん、さやかりんの最近大好きなコーラさん、ようちゃんさん、カズさん、さやかりん楽しい、トラさん、イッコーさん、ピャラダさやかさん、ピャラダさやかもやし生活さん、翔一さん、そして1位お疲れさんです。ありがとうございました。あ、そうか、今日金曜日か。みんなお疲れ様、平日お疲れ様です。土日ははみ出し物の音色ぜひ来てください。お待ちしております。ということでね、13日の金曜日やったらしいね。昨日今朝の朝方ゆらちゃんがなんか金縛りやったらしくて、え、13日の金曜日だからじゃないとか話してた。それではゆっくりとお休みください。じゃあね。だから今何分なんだろう。もう59分だ。じゃあバイバイ、お休みタイム、おやすみなさい。ありがとうございました。ちょっとだったけど話してくれて。またねー。バイバーイ。